さあ、というわけで始まりました。本日は世界屈指の繁華街である銀座好きな女子に、お題についてざっくばらんに話し合っていただこうと思っています。まあ、今回初日ということで、まあまあ、いい年の女子の皆さんに密にならない程度に集まっていただきました。皆さん、こんにちは。こんにちは。それでは、皆さんを簡単にご紹介していきたいと思います。まずは、アパレル勤務のなおさん。こんにちは。そして、こちらもアパレルに勤務のエミさん。お願いします。そして、こちらはエステティシャンのあゆみさん。お願いします。そして、こちら今日お店をお借りしているジジのオーナーのジジママ。よろしくお願いします。それでは、本日のお題です。お題はこちら。新しい生活様式。こんな男に抱かれたいです、コロナウイルスの影響で国が新しい生活様式を提案する中、これからは男女の付き合い方も新しい生活様式に変わっていくんじゃないかと思われます。皆様には抱かれたい男、つまり自分の欲求を満たしてくれる男について話し合っていただきたいと思います。最も魅力的なお話をしていただいた方には、このお店のオーナー、ジジママから素敵なプレゼントがございますので、皆さんお楽しみに。さあ、それでは30分一本勝負です。スタート!と言っても皆さんいきなりなので、何を話していいかわかんないですよね。ちなみに皆さん今彼氏はいますか?いないです。いない。いない。私はいます。あ、います。いないです。嘘くさいですね。いいですね。ですが皆さんね、いろんな恋愛をしてきて、ね、今の男にまあ満足してる人もいれば、していない人もいると思います。はい。なんか寂しくなかったですか?コロナの自粛中、家に一人いたりとかすると。寂しい。そう。そこでね、結構いろいろ皆さん考えてたと思うんですよ。ちなみに僕のところも、僕42になるんですけど、今年、女子から、コンパしてほしいっていう連絡がめちゃ来ました。男性集めてくれないかと。なんかもう一人でいいかなと思っていた女子に限って、なんか一人でいる時間が長くなってくると、あれやっぱり誰か、結局結婚してる人しか一緒にいられないみたいな子たちが多くて、コンパしてみたいみたいな人たちが多かったと思うんですが、その辺は皆さんどうですか?なんかちょっと近いんですけど、昔の彼氏とか、昔の仲良かった人からやたら連絡が来たんですけど、みんな寂しい。なんか、確かに復活するパターン。確かに確かに。逆に誰からも何にもないです。なんか欲しかった。なんか欲しかった。なんか元彼とかなんか欲しかった。誰も何にも。でもリモート飲み会とかが結構流行ったじゃないですか。会うのって難しいけど、なんかこう、離れてるからこそ、久しぶりにリモートできるみたいなのあって、それで、ありました、ありました。それ女の子からありました。リモート飲み会とかは。ですよね。羨ましい。そんな人います何もない。女子からも女子も男子も何もない。でも だからこそ、その、夫がいないとまずいなと思いました。確かに。そう。女友達がいれば、寂しさを紛らわせるし、元彼から連絡くれば、あ、いいなと思うんだけど、もう、何もないと、あ、これは結婚しないと死ぬなって思ってこのまま。このまま今私が急な病気で死んだら誰も気づかないなって思いました。死ぬことすら誰にも気づいてもらえない。そうって思いましたので。ぐらいの孤独はあったかも。ずっと家でいたから。そう、一人ぼっちになったから。だからその今まではいろんなこういう人がいいな、ああいう人がいいなって偉そうに言ってたけど、なんか、こういう時にそばにいてくれるっていう人だけでもういいんじゃないかというふうに思いました。パートナー欲しいみたいな。そうなんかでも結局彼氏がいても会えない期間っていうのが あったから、私も
彼氏とこうリモートとか、うん、電話とかもよくしてたんだけど、うん、なんかこう、まあ、ちょっと離れてるところに住んでるんですよね。そしたらなんかこう、まあ、結構トイレットペーパーなくなったりパスタなくなって買い物ができなかった、うん、イタリアみたいなスーパー行っても買えない時期があって、それを彼氏に連絡したんですよ、はい、それで彼氏田舎の方やから、うん、じゃあ買って送ってあげるみたいなのが何回かあったんやけど、それが思ったものと違うものとか来たら、うん、なんかこいつ全然私のかゆいところに届いてないみたいな、あそう、それで、ね、コロナ離婚も流行ってるけど、うん、コロナ別れもあるなみたいな、これじゃない、ね、みたいな感じで何年一緒にいるんだってなりますもんね。そう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 。ね、私でも何も分かってないじゃん。そう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 。パスタはこれだよって。そうそうそう。トイレットペーパーはダブルだよ。そう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 。全然分かってなかった。そういうことですよね。なんでシンクで買ってくるんだよ。そうそうそう。そうそうそう。それでやっぱり、あ、考え改めなあかんなとかちょっと思いました。みんなね、思うことがそれぞれ。うん、そうですね。金銭感覚の違いがすぐ分かるよね。現実的ですね。そうそうそう。金銭感覚の違い。金銭感覚の違い。あと綺麗好きか綺麗好きじゃないかな。ああ、重要ですね。え、ママはちなみに自粛期間中って何してたんですか？もう楽しく。お店をやってもう10年になるんですけど、はいはいはい、まとまった休みを取れる時がなかったので、楽しくやりたいことを料理とか、まあ、犬のしつけとか楽しくてあっという間に申し訳ないけど過ぎてしまったっていうのがあります。なるほどね、一人を楽しめてる感じ。うん、楽しくってさすが、でもペットがいなかったら本当に寂しくて死んじゃったの。え、今ペットみたいな男の子はいないんですか？まあね、ちょっと考え始めましたよ ね、 ね、犬じゃ買い物行ってくれないですからね。そうよね。はいはい、あ、ちなみにペット飼ってる方？飼ってない。ペットとか飼ってない？飼いたいですけどね。飼いたいけど、飼っちゃうとなんかそこで紛れちゃうような気がする、寂しさが。あ、今期を逃しちゃいますよね。まあ、うん、まあ、まあ。でもなんかもう逃してるからもう一緒な気がします。20代なら今期逃しちゃうんだけど、もう30も過ぎると。じゃあもうみんな買っていい。そう。そもそも逃してるから関係ないんじゃないかな。むしろ心の安定のためには。いいかも。うん。いた方がいいのかな。うん、あ、ちなみにじゃあ3人とも同棲した経験はありますか？同棲した？あります。あります？ないです。ない？ない。あ、ないんです。ないです。へえ。同棲してみたいなと思った方、2人、エミさんとあゆみさん。はい、同棲してみたいです。してみたい。してみたい。うん、まあ、私はちょっと、ああそうか、あんまりこう人の生活とかをあんま見たくないっていう、こう合わないと思う。リズムがやっぱり、生活リズムがね。そうですよ、ずっと一人でおるから。いや、それじゃあ例えば、じゃあ結婚するってなったらきっと一緒に住むわけじゃないですか。だから結婚願望もそんなにないっていう感じですか？そうですね。あ、そうなんだ。願望もない。そう。え、なおさんはどうですか、結婚願望は？結婚願望というか、誰かいないと生きていけない。あら、かわいい。誰かいてほしい、ずっと。ああ、なるほどなるほど。いてほしい気持ちがずっといてほしい。え、その人に飽きたらどうする？ああ、飽きたらいてほしいけど飽きたらどうする？次行くしかない。次行くしかないですね。あゆみさんはどうですか？私は人の世話をしたいです、どちらかというと。世話をしたい。逆、えみちゃんと逆で、うん、ご飯作ったりお弁当を作ったり、なんかそういうのをしたい。したことないから。めっちゃいい女。そう。でもコロナ離婚がね増えて、そういう
3食作るのがもう嫌とか、こんな人に尽くしたくないって言わないだけね。いやありましたね。だからあの、うん、地方なんかだとあのホテルをなんか格安で貸し出してるから、うん、結局家だと子供も奥さんもいるから30日間でシングルの部屋を借り切って、会社に行けない分昼間はホテルに行って仕事をして、夜になると戻ってくるっていうパターンだから、きっとね生活様式が本当にいろいろこう変わり出すというか、だからコロナ離婚も結局は昼間自由に使えてる時間が使えなくなった奥さんたちの叫びみたいのが一気にそう噴出したっていう。してみたいですよね。ずっと一人だから、それ必要だから、すごい楽しいじゃないですか。イライラしないし、そうです。イライラしてみたい。確かに。そうそうそう。筋トレに打ち込んだりとか、そんなぐらいしかもう。そうそうです、そうです、そうです。そうそうそう。化粧水とかずっと塗ってることぐらい。それぐらいしかすること、ずっと保湿することぐらいしかない。何もないです、あとは。めちゃめちゃ綺麗になるじゃん。そう、部屋もずっと掃除してることしかないし、なんかなんか人がいるからイライラできるわけじゃないですか。だからそのイライラしてるっていう奥さんですら羨ましい。もう勝ち組の悩みですよ。勝ち組の悩み。なんかの境地に。そうそうそう。なんかそれも人がいるからなんかあるわけじゃないですか。だからやっぱり一人っていうのはイライラも しないし、うん、なんかそういう喧嘩とかしたい。なんかうちの旦那がとか愚痴とか言ってみたい。確かにあれもちょっとのろけに聞こえる時ありますよね。旦那がとか、うちの旦那がとか、やけにその話そういう人いますよね。そう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 、幸せこぼれちゃってますみたいなね。それは愚痴ってるの、それとも遠回しにマウントを取っているの